イージス、すなわちギリシャ神話の無敵の盾の名を持つイージス艦こそが専守防衛の最も具体的な形でさえあると。しかしあえて言おう、国としてのありようを失い、語るべき未来の形も見えないこの国を守る盾に何の意味があるのか。10分以内に機関を停止し、総員罹患しなければこの船を沈めると言ってます。東京湾のどこでもいい、ミサイルを撃て。状況分かってんのか。あと9分しかないんだよ。艦内にはまだ戦ってる人間がいる可能性があるんです。一人でどうやって戦うつもりだったの。それが俺の任務だ。俺はこの船と乗員たちを守る。それが俺の任務だ。いいか、死なな。裏切られたようだな。まっすぐ東京湾に向かってます。よく見ろ日本人、これが戦争だ。我々にも武器の許可を。これ以上勝手な真似させない。